皆さんこんにちは ICO コンサルティングの古山芳明です今回のテーマは売上回収期間が長い会社ほど危機発生時に多くの資金が必要になってきますよというテーマでお話をさせていただきます、えー、まあ売上回収期間が長いこれはやっぱり縮めてほしいんですよねこれ困った方多いんじゃないですかね今回のコロナの時でもですね 時からその時からですよねで激減したら、まあ、当然だん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 このなくなってくるわけですねこの売掛金が、えー、まあ面積グラフをねこうつけておりますけどそこで言うと売り売掛金がこう流動資産のところにありますが、まあ、これがこの図だとですねこれ月商の4ヶ月分ぐらいあるんですね。 というのはその赤の縦長に出てる細い線がですねこれ燃焼だと思ってくださいその燃焼に対してもうその三分の一ぐらいの売りかけ金がある会社だとということはだいたい月初の四ヶ月分ぐらいの売りかけ金をお持ちなんですねで,でこの状態でこれお金をこう回していっているわけです通常はこの会社はね でまあ、買いかけ金未払い金を払ってですねで当然その短期借入金で長期借入金こういう返済をこうずっとやってこれで回ってるわけですよねでこれでこういや売り上げがボーンと激減していったということになると、えーまあ、当然この売掛金がある分はじわ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 ,じわ、えー、現預金にこう変わってくるんですけども、まあ、毎月払ってるうちに次のこの売掛金がもうないんですね売り上げがないですからね。 でまあ、最初の,そのコロナ禍に入った当初はまあまあなんとかこれ売掛金がまだ現金化されてくるからまだいけるわというふうになるんですけども、えー、まあかといってもその固定費はそんなに極端に減らないしで銀行の返済はまあ容赦なくやってくるしということで、まあ、入ってくるお金よりも出ていくお金がどん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 これ大きくなっていくわけですね。でやっぱりこのかけ回収期間が長いとそれだけまず借入れ金が多いんです。 少なくともここにある短期借入金こういうものが売りかけ金がこれ半分ぐらいだったらこれいらないはずなのに解消期間が長いからこそこういう短期借入金もあって長期借入金もあってその両方返済しなきゃいけないっていう状況にこう追い込まれますから必要なキャッシュがやっぱりそれだけ多いんですよね。 でそれで売上が入ってこないとなるとなおのことじゃあこれからうん三ヶ月四ヶ月分どうやっていくんだっなったらまたさらに大きな借り入れをしなきゃいけないということになってくるわけですよねだからできるだけ、えー、売掛金のその回収期間あるいは受け取り手方、えー、そういったものをこうやめていただきたいんですね回収期間をこう縮めていってほしいんですねで、えー、まあぜひとも知っておいていただきたいのは受け取り手形の決済期限っていうのは 今最長が120日というふうにされてるんですけれども、まあ、政府のこの意向ではですねもうこれも60日にしようということの動きが出てますで2020年9月12日の日本経済新聞の長官のもう第1面のところで手形決済60日以内中小企業中小資金繰り改善へ短縮と。 いうことが出てたんですねでこれはまあ下請け法ですね、えー、そこに基づいて、えー、通達を、えー、決済期限を120日というふうにされてるんですけども、まあ、120日は長すぎるとで以前からこうこう縮めろ縮めろというふうに出てたんですけども,もうなかなかこれ縮まらないのでもうそれだったらもう120日を6日にしようということのこれ動きが出てきてるわけです。 で当然そのこれに反することを、えー、することは、まあ、コンプライアンス上こうダメなことですから、えー、もし、えー、皆さんの会社でいやうち受け取る手があったら120日の決済期限やなというところがあるならばですねもう本当にこういう新聞記事をこう持っていってですねでいやいやもうこれもう60日になりますけどそんな急に60日に帰りうても大変ですからもうじわじわ帰っていかんとダメなんじゃないですか。 ということを促してですねで、60日に変えていただくということも、えー、されたらいいしいやもうこの機会に現金の取引に変えてくださいという条件を出していくということをやっぱりしていただきたいんですよねで、特にこういう変わり目の時っていうのはうんやっぱり理由になりますから、えー、普段だったらね いやこれ60日に変えてください」とか言ったら「あんまりのとこシンキングリック厳しいんか」とかねなんかそういう風な話絶対になるんですけれどもいやいやでもこれはもう,こう法律で下請け法の,あのルールでこれ変わってきますよこれやらへんかったら大変なことになりますよ っていうことが出てるわけですから。まあ、当然、その発行している側の大手企業なんかは。え、まあ、当然、そう知ってるでしょうから。もう、これを変えてくると思うんですよね。で、逆に、その、これ、六十日にするから、条件構成合わせえと言ってくるかもしれないけれども。まあ、それはそれで、こっちはまた対抗していけばいい話ですが。まあ、とにかく、あの、受け取る側としたら。えー、回収期間を。 縮めるとということですよね売り上げを打ったでそれを、えー、すぐにできる限り一日でも早く現金化するということに力を注ぐことがうんこういう危機が発生した時の資金繰りを助けることになりますのでぜひとも、えー、このキーワードのこととともに、えー、決済期限が短くなっているということを活用するとともに全体を縮めるということに力を注いでいただきたいと思います。古山義明でした